よくですね、昔の選手が、今の大会に出てきたら、どうなるのかみたいなことを、言われますけども、今回は、個人的に、昔の選手で今の大会に出てきたら面白いかなと思う、選手ベスト5っていうのを、お送りしたいと思います。あくまで個人的な考えです。それで、あまりに昔すぎるとですね、中村総帥とか、昔の老山初男選手とか山崎輝人も選手ぐらいになると、推しとかつかみとか、そういうのが、入ってしまって、ちょっとあまり今の大会ルールには合わなさすぎるかなと思いますので、あまり昔になりすぎないように、第5回世界大会、大山総裁が亡くなる前後あたりの、選手をメインとしています。では第5位です。個人的に思う第5位は、緑健二選手です。緑選手は言わずと知れた第5回世界チャンピオンで、小さな巨人と言われた方ですね。現在は新極真会の、代表として、活動されておりますが、第5位は緑選手。165センチ70キロちょっとの小柄な体格で、無差別の世界大会を優勝できるということは、もうテクニックもさることながら凄まじい根性と、フィジカルが、あるわけですね。そのフィジカルの強さで、今の大会に出たら、どうなるのかというのが楽しみであります。第5位は、緑健二選手です。続いて第4位です。第4位は、増田明選手です。増田選手も、全日本チャンピオンと、無差別の全日本チャンピオンですね。あと世界大会では緑選手に負けて準優勝ということですが、輝かしい実績を、持っておられます。増田選手は177センチ80何キロの体格で、爆撃機のようなラッシュですね。その攻撃が今の重量級の選手にどの程度通用するのかというのが、楽しみでもあります。根性とかフィジカルでは、負けないと思いますので、本当にいい勝負というか結構上の方まで行くんじゃないかなと個人的には思ってます。第4位は増田明選手です。続いて第3位です。第3位は、三宅博之選手です。三宅選手は、世界大会日本代表、あと全日本ウェイト制でも優勝されてますね。中量級でも優勝されてます。緑健二選手のライバルとも、言われてました。三宅選手は本当に技が多彩で、何でもできる、オールラウンダーの選手です。手数も出ますし、上段も蹴れるし、スピードも、あります。根性もありますね。今の大会の、軽量級もしくは中量級で、戦っても、なんていうんですかね、負ける要素が、なかなか見当たりません。ですから私の思う第3位は、三宅博之選手です。続いて第2位です。第2位は谷川浩選手です。谷川選手も全日本ウェイト制で優勝もされてますし、世界大会、無差別の世界大会でも活躍されてます。本当に緑選手より小さい体なんですけども、岩崎達也であるとか黒沢博樹といったところをキリキリ舞いさせて勝ってしまうような、フィジカルの強さと、あとは左右への回り込みですね。人間風車と言われる、風車戦法ですかね、風車と言われる、サイドへの回り込みで、重量級とも、渡り合ってこられました。その谷川選手が今の大会に出たら、どの程度できるのかというのが楽しみでもあります。負けるところが、見当たりませんよね。手数も出る、回り込みもできる、フィジカルでも負けない、ですから本当に穴がないと思います。ですから私の考える第2位は、
谷川浩選手です。いよいよ第1位です。私の考える第1位は岡本徹選手です。岡本選手本当に手数も出ますし、下段も早いですし受けもうまいです。それとあの岡本選手といえば代表的なのが足払いですね。足払いはあの本当に芸術的な、足払いですし、突きのコンビネーションからの膝蹴りですとか膝蹴りからの下段ですとか、本当にあの重量級とは思えないスピードがあります。今の選手と戦ったらどうなるのかなと、楽しみです。ですから私が思う第1位は岡本徹選手です。はい、以上、第5位から1位まで、言ってきました。まあ、あのほとんど言ってることは一緒なんですけども、まあ、あの手数が出る、上段も蹴れる、動きが あれですね、回り込みができるとかですね、そういう選手ばかりを挙げてきました。で、まああの5位から1位までは本当にあの私個人的な好みみたいなのも入ってますんで、どの選手が上だとかそういうことは ありませんので、あくまで私個人の意見だというので聞いていただければありがたいです。以上、今回もご清聴ありがとうございました。おっす。